石座は16世紀に考案されたまだまだ新しい星座で、ギリシャ神話などは伝わっていません。実は星座名のドレイドは、正確に訳すとカジキではなくシイラを表しているそうです。それがいつしか星並びの鋭さなどからカジキにイメージがすり替わり、シイラ座なのかカジキ座なのか混乱が続きました。最終的に国際天文学会によってドレイドが正式採用されたのですが、イメージは未だにカジキのままのようで、ドレイドイコールシイラなのに日本語名はカジキ座と、未だに混乱が残ったままとなっているのです。Thank you.